最初のレノ戦でもあ、バレットだ。誰がいねえのか。バレット、この先から聞こえる。うわ、なんかやばいっす。おい、返事してくれ。はい、スバル、マジで災害系の映画マジでダメなんだよね、これね。ちょっと迫力ありすぎ。最初のセシセウェッチせーの、探してる。でもそうだよね、バレットは知らないんだもんね、まだ。マジで信頼行かれてんな。だってちょっとアバランチが邪魔だったからこうしたんだよ。マリ、行かれすぎだろ。マリ、マリ、マリ、マリン大丈夫や、ヤリスから。ウェッジ、ジェシー、シックスだ。私たちのせいだね。そんなこと言うの？違うセティバー、何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか。なんかこれもなんかそうって思う。そうだろう、言うしかないよな。もう進むしかないんだよな、ここまで来たら。だしな、バレットが。この怒りは絶対忘れねえ。いいな。確かに手でか、手でかいけど。バレット、マリンは無事だ。はあ、エアリスが言ってた。エアリス、捕まってた女か。うん、言ってた。うん、どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。そうだね、信じるぞ。いいか、おい、どこ行くんだよ。もう黙っちゃった。もう黙っちゃうんだが、もうなんかさ、そんなでかい手を持ってもバレットは何も守れてないんだよ。クラウドたちがじゃあ悪くないかって言ったら、そんなことはないのね、ってスバルは思うの。そりゃシンダのやったことは100悪いけど、ここまでやらなくていいじゃんっていう感じにはなるけど、でも発端を作ったのはじゃあどっちってなったら、で多分それをなんかティファがさ、アバランチの活動にちょっと乗り気じゃないみたいな、ジェシーが言ってたけど、それが多分ここで出てきたあの言葉につながるんだろうな。結局でも発端は私たちだ。だからティファが一番もしかしたら冷静に状況を見れてたのかもしれない。まあでもさ、やりすぎよ。ちょっとつねったらボコボコにされたみたいな。しかもこれいるね、これがクラウドたちだけじゃなくて、
クラウドの周りの人たちも全員ボコボコにするのがマジで分かってる。マジで落ちやがった。知らなかったんだな。うわー、助けに来たぞー。うわー、これなんか誰か。いやマジでさ、見れない人いるでしょこれ。ちょっとリアルすぎる。誰かいないか。聞こえてたら返事をしてくれ。誰か返事をしてくれ。このさ、セリフとかもちょっとリアルなんだよな。この周りの人たちの雰囲気とかさ。セブンセブンの看板だ。ウェッジの猫だ。待って。何？待って、死んでないよね？死んでないよね？よ、でも最後まで猫守ろうとしてたウェッジ、マジで優しいよな。猫、猫お前大丈夫やったんか？クラウドはね、なんかね、マリン、マリン！ちょいきなりそんな。あーもうめちゃめちゃ突っ込むじゃん。急にそんな大丈夫言って、片腕銃の人来たらびっくりしない？あーなんかすごい、はあ重圧がすごい。でもここはいつ見ても美しいディズニーランドのようだ。マリーは、マリーはどこにいる？びっくりするだろう。反省してください。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で天使みたい可愛らしい顔をしてる。テンパってる。服はそりゃそうだよね、一人娘。ピンク、今日はピンク。2階で眠ってるよ。そうなんだ。よかった。眠ってるからね。もうバレットのあの落ち着いた顔見ただけで泣きそうになるわ。私たちも行こう。顔見て安心したいな。うん、なんかバレットのほっといた顔見て泣きそうになる。はい、残された希望。てかやっぱさ、画質向上で一番いいなって思ったら表情がよく見えることやわ。マリン、よかった、無事で。よかった。あ、いた。どうしたの？なんかでもいろいろ思い詰めちゃいそう。ねえ、大丈夫かな。ティファのせいじゃないよ。ティファのせいじゃないぞ。ティファ、そんなに思い詰めるな。眠れないのか？うん、クラウドも？足音がした。そうだね。ごめん、起こしちゃった。変やで。気にするな、ソルジャーの習性だ。それはどうかと思う。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。あ、確かに人からのもらい物を渡してしまった。やっぱりおかしいと思ったんだ。胸みんな胸。クラウドがお花なんて。それはよくね。マジダメかな。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。
調べたんだ。大事に取っておいたんだけどな。そうだね、もう瓦礫の下に。その花もなくなっちゃった。お店も、家も、全部。ティファン。またなくなっちゃった。そうだよね。悲しいよな。悲しいとかじゃないよな。何やってんだクラウド、お前女の子が泣いてんだやれ何のための両手なんだよよかった苦しい。力加減が。ごめん。泣いてもどうにもならないのにね。泣いた方がいいよ。そんなことない。うん。ありがとう。